平安遷都と江夷氏との戦い。公仁天皇は、行財政の簡素化や公民の負担軽減などの律令政治の再建に努め、亡くなる直前、公仁天皇と、都来系士族の血を引く高野の新潟との間に生まれた漢武天皇が即位した。漢武天皇は、公仁天皇の政策を受け継ぎ、仏教政治の弊害を改め、 天皇権力を強化するために784年平城京から山城の国の長岡京に遷都したしかし長岡京造営を主導した藤原の種継が暗殺されたことやその首謀者とされ非合の死を遂げた沢良親王の怨霊への恐れから遷都が頓挫した794年和家清麻呂の県議により平安京に再遷都され 山城の国を山城の国と改められ、平安京遷都から鎌倉幕府が開かれるまでの約400年間を平安時代という。東北地方では、奈良時代に城作として、出羽の国側では秋田城、陸奥国側では多賀城を築いた。城作は、成長を中心として、外閣の中に役所軍、倉庫軍が配置され、その周りに関東地方から、 開拓と防衛を担う農民の策庫を移住させ、一方、基準した恵比氏を、関東異勢の各地に、府衆として移住させた。しかし、公認天皇の時、恵比氏のこれ張りのあざまろが乱を起こし、多賀城が一時焼失した。漢武天皇の時、キノコサミを、正刀大使として、伊沢地方の恵比氏を制圧しようとしたが、 江美氏のアテルイの活躍により政府軍が敗北した征夷大将軍となった坂の上の田村麻呂は北上川中流域に伊沢城を築きアテルイを基準させて鎮守府を多賀城から伊沢城に移したさらに北上川上流域に四和城を築き東北経営の前進拠点としたその後佐賀天皇の時 分野の渡丸が派遣され最後の恵比氏政党を行い最後の上策の特誕城を築いたしかし恵比氏の政党と平安京の造営という二大政策は国家財政や民衆にとって大きな負担となり軍事と造作を批判する藤原の大次と継続を主張する菅野の間道が論争する特性論争が起きその結果関武天皇は 二大事業を打ち切ることにした。